はいじゃああの題目23この「擬酸」というのはカタカナで書いてありますが「擬」で「アリ酸」ということですね「っというのはこ,のここに書いてあるように「アリ酸」これをあの「擬酸」と読みましてカタカナで「擬酸」で擬酸もですね酢酸もこれ「酸酸」じゃないですよ「酢酸」もカルボン酸というねカルボン酸の一種なんですよ。 でカルボン,ギンも酢酸もねでカルボン酸というのはカルボキシルキカルボキシっていうのはこ,のこういうその COH というですねもちろんちょっと左に線を真ん中に線を引きますが、えー、これマイナスじゃないですよねあの線を引いて COH を持つ化合物をこれカルボキシルキって言ってるんですねこれ,これをねでそのカルボキシルキを持っているのがカルボン酸なんですけど その誤酸も酢酸もカルボン酸の一種なんですで,ですね化学式は HCOH ここに COH というカルボキシリコン入ってますね刺激臭のある錯酸ですよ刺激臭のある無色の液体ですでアリアリ酸でしょだからアリですねそれから鉢鉢の体液にも含まれてるんですね、えー ところがその擬酸っていうのはアリから得られたんですよ擬酸っていうものは。だからアリから得られたので擬産と呼ばれているんですけど八にも入っているということですね擬産がねそこで次に酢酸でありますがこれはあの酢酸の化学式は CHCOH これカルボキシルキが入ってますねこれ COH。 カルボン酸です。あの酢酸はね、刺激臭のある無色の液体で、酢酸というのはこの食酢、お酢ですね。お酢に3～5%含まれているんですね。だから酢酸は酢から来てますから、酢酸と呼ばれたんですから、酢酸は酢から来たからね。で、3～5%ですから非常に薄いわけですね。 で酢酸そのものはこの濃いやつはもう大変ですよもう濃いのを手につけたらもうやけどというかもうなんというかねとてもじゃないが皮膚がやられてしまってねで濃いものはもう非常にも大変だもんですねやけどっていうか何つったらいいですかねそういう状態になりますだから薄いから極めて薄いですね食数35%これが体にまたいいわけですで酢酸はですね ところがこの冬に固まっちゃうんですよ。ね、えー、特に濃いものはですね、えー、特に濃いものは固まっちゃいますんで、これを作酸のことをですね、氷作酸と呼ばれております。だから作酸も氷作酸も同じものなんですよ。ね、だからたまたまあの冬に固まっちゃうからね、あの <laughs> 氷作酸と呼んでるだけじで。 だからそう固まっちゃったらあの使い道だ駄じゃないかというか主役瓶の中に固まったらはですねあの使うときにあめてね温めてめて溶かして溶かして普通の酢酸にしてあの固まってない状態の酢酸にして,ってそれで使えばいいですよね。そういうことであの酢酸。 同じもんですよ。以上です。